北緯35度42分55.6秒、統計139度47分31秒、北緯35.715444度統計139.79194度、35.715444、139.79194新型コロナウイルス感染症浅草ビューホテルは、東京都台東区西浅草にある、高層ホテルである、 同じ場所に本店を置く、日本ビューホテル株式会社が運営、同ホテルグループの基幹ホテルである。1985年9月に、国際通り沿いの浅草国際劇場跡地に開業した地上28階地下3階建てのホテル。タワー部は、国際通りから約20度ずらして、隅田川とほぼ平行になるよう建てられており、南東側の客室からは、 隅田川の花火が一望できる。客室壁面には小窓が設けてあり、隅田川の花火以外に三者祭りの活気、戦争時の除夜の鐘の生の音を楽しむことができる。特に東京スカイツリーを眺めることのできる27階東側のレストランでは世界一の夜景を PR している。伝統とモダンをミックスした下町浅草で宿泊、ウェディング、レストラン、 宴会、公園などもでき、ショップや温水プールもあるホテルである。また、東京スカイツリーフレンドシップホテルに登録されており、スカイツリー入場券の購入など、優待が受けられる。2020年春開業予定であった、浅草ビューホテルアネックスロックは、新型コロナウイルス感染症の影響で開業が延期、2020年12月現在で正式な開業日は発表されていない。 ありがとうございます。